皆さんこんにちは。ロボコン安全管理アドバイザーの深谷です。第5回目となるロボコン安全基礎講座、大会でも安全対策は必要です。そこで第5回目のテーマはこちら、大会前の安全対策、これで準備 OK です。大会を想定してぜひ一度シミュレーションをしてみましょう。大会中、ロボットをフィールドに運んだり、また計量計測のためにロボットを移動したりすることはたくさんあります。そういう時の移動方法について皆さんは考えてますか？ロボットを手で運ぼうとすると、その部分が弱かったりすると手で運ぶ時に壊してしまったりすることがあります。大会中、皆さんがロボットを置いたりメンテナンスする場所がこちらのピットです。会場にあるピットですが、場所によって違いのサイズの違いがありますけれども、こんなに小さいエリアになります。こんな小さいエリアにロボットとか皆さんが使う工具とかを広げてしまうと、ものすごく狭くなります。こういった道具の整理のためには棚の持ち込みなども行うところがありますが、この棚便利ですけれども、上の方にこう高いものを置いてしまって不安定な棚を使ってしまうと、これもこれで非常に危険です。大会は普段と違った環境で行われます。トラブルが起きたときに冷静に対応することが必要です。テストランや試合の前にはロボットの動作確認を行ったためのチェックシートやメンバーの動きを記したメモを用意しておきましょう。ここにトラブル発生時の対応も書いておくと、慌てることなく冷静に対応できるのでおすすめです。ロボコン安全基礎講座では、バリ取り、面取り、ペットボトル、回路の使用や非常停止スイッチ、そしてバッテリーの使い方について皆さんと一緒に学んできました。皆さん、これはもうすでにちゃんとできていますか？特にこのバリ取り、面取りに関してはテストランで指摘されるチームがたくさんいます。このビデオをもう一度見直して、自分たちのチームがちゃんとできているかをぜひ見直してください。ですが、一番の安全管理は皆さんの体調管理です。寝不足だったり、風邪をひいたり、お腹が空いた状態では集中力が切れて思わぬ怪我や大事故を起こしてしまうことがありえます。ぜひとも万全の体調で大会に臨むようにしてください。それでは、大会で皆さんの素敵なロボットとお会いできることを楽しみにしています。さようなら。